シャルル4世。シャルル4世は、ロレーヌ公、ドイツ語名では、カール4世。父は、ロレーヌ公フランソワ2世。母はザルム女白。クリスティーナ。ロレーヌ公ニコラ2世。フランス王類13世の、弟オルレアン公ガストンの2番目の日。マルグリットの2位。1621年に、オジアンリ2世以降の娘で10枚のニコルと結婚し。1624年の、オジの死後。 ニコルと共に、ロレーヌ行為を継承した。しかしその後、サリカ法に基づいて、相続を処理し直すこととなり、翌1625年に、父が一旦ロレーヌ公くらいにつき、数日後に上位される形で改めて、シャルル単独で行為を継承した。1631年、フランスで、ルイ13世の母マリード・メディシスと弟のオルレアンコーガストンが、清掃に敗れ、 フランスから追放されて、ドレーヌに逃げた。シャルルはガストンを隔い、妹マルグリッドとガストンを結婚させたが、フランス軍の侵攻を受け降伏し、フランスへ情報を余儀なくされた。1634年に、スペイン領ネーデルラントから支援を受けて、反乱を起こしたが、フランス軍に鎮圧されてしまい、弟のニコラ2世に、行為を譲り、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世のもとへ亡命した。 30年戦争では、オーストリア軍の将軍として活動した。1652年に、フロンドの乱に介入したが、失敗。1661年に、ニコラ2世から行位を譲られ復帰したが、1670年に、広告はフランスに占領され、以後20年以上ロレーヌ家の一族は広告を取り戻すことがなかった。オランダ侵略戦争では、皇帝軍の一員として参戦し、 1675年に、コンザール・ブリュックの戦いで、フランスの将軍、クレキを破り、トリーれよとしてクレキを捕らえたが、同年に71歳で死去した。老いのシャルル5世が後位を継いだ。しばしば、シャルル3世とも呼ばれるが、これは、シモロレーヌ公シャルルを数えない場合の呼び名である。1621年にニコルと結婚したが、1635年に、離婚した。 ニコルとの間に子供はいない。1637年、ベアトリックス・ド・キュザンスと再婚、三人の子を設けた。ただし、ニコルとの結婚関係は無効とされていないため、子供たちに継承権はなかった。1665年、マリール・ルイーズ・ダスプルモンと三度目の結婚をした。ありがとうございます。